ジャズ何から聞いたらいいにお答えします。ラッパ編です。まあやっぱりマイルス・デイビス、カインド・オブ・ブルー、1959年コロンビアからリリースしてます。モードジャズの幕開けですね。まあモードは一種の音階なんですけれども、1曲目の So What、 マイルス・デイビスの口癖だったらしいんですけども、タイトル曲になりました。で、こうマイルス・デイビスの緊張感のあるプレイとエヴァンスのクールネスがこう聞きどころで、ハードボイルドな世界が好きな人にはたまらないと思います。トランペット、マイルス・デイビス、テナーサックス、ジョン・コルトレイン、アルトサックス、キャノンボール・アダレイ、ピアノはビル・エヴァンスとウィントン・ケリー、ベースにポール・チェンバース、ドラムス・ジミー・コブ、あとブルー・イン・グリーンという曲がすごく印象的な曲なんですけども、私がよく好きで行くジャズスポットロンドンの中志蔵さんも一日の疲れを癒す時間に聴いているとおっしゃっていました。とてもいいアルバムだと思います。続きましてこれですね、ナイトライツ、ジェリー・マリガン、1963年フィリップスからリリースしてます。まあウエストコーストジャズなんですが、ニューヨークで録音されてます。ジェリー・マリガン、バリトン・サックスとピアノ、あとギターにジム・ホールも入ってますね。でトランペットがアート・ファーマーなんです。でこのレコードは金沢のボクネンっていうジャズバーに行った時にマスターから教えていただいたんですが、ジャケットのこのアートワークのようにビルの夜景をこう連想させるような洒落た内容で、またポップでもあり、とても聞きやすいと思います。おすすめです。3枚目、まあ、これ最後になりますけれども、クワイエット・ケニー、ケニー・ドーハム、1960年ニュージャズからリリースしてます。でトランペットにケニー・ドーハム、ピアノがトミー・フラナガン、ベースポール・チェンバース、ドラムスアート・テイラー。これはワンホーンカルテットなんですよね。まあ4人編成で、まあワンホーンなんでとても味わい深いアルバムだと思いますね。シンプルだと言いますかね。でマイルス・デイビスなんかに比べてこう主張が少なかったんですよね。まあ苦手だったらしいんですけれども、まあ、そういう意味でもこうちょっとこうセンチメンタルな響きとか例えられてますけども、とても静かで好きなアルバムです。まあこの3枚がラッパ編で、マイルス・デイビス、ジェリー・マリガン、ケニー・ドーハム、間違いないと思います。またよろしくお願いします。